相田理香子です。この相田理香子のラララジオは日曜日の夜に聞いてくださっている皆様に私相田理香子がラララな時間を届けるラジオ番組です。じゃあ今週もおもちゃでラララのコーナーに行きたいと思います。今週はちょっと豊作でございます。たくさんあります。まずはじゃあこちら、ででーん、かわいい。なんだっけな、アクリルスタンド、そう、こっちがまず、あ、サウナに入ってるんです。かわいい、私の大好き尽くし、ちいかわがサウナに入って、そんなかわいいに決まってるじゃないですか。こっちはおなじみのローです。かわいい、かわいい、シーサーかわいい、笑ってるよ。これはね、全部コンプしたかったんだけど、ちょっと日和りました。1回500円なんですよ、これ。でも早速これがダブって、ローの方がダブって、ちょっと一旦クールダウンしてます。また気が乗ったらやりに行こうかな。でもこっちはアクリルキーホルダー。そう。そうです。いっぱいあるんです、今日。すいません。かわいい。あ、こっちが水風呂入ってるの。ラッコ先生強いからね、平気な顔してる。こっちは普通に2人仲良し、かわいい。めちゃくちゃやりましたこの時。まだね、今日持ってきてないやつとかもあって、他にもこんぐらいのぬいぐるみ500円でダブりまくりみたいな。ちょっと調子悪いんだよね最近。ちょっとまた運気なんか上がってそうな時にもう一回行ってみようと思います。はい、皆さんもぜひ見かけたらやってみてください。そしてなんといっても今回はですね、ミニアルバムアクト2よりですね、大塚愛さんに楽曲提供していただいたプリズムをね、初解禁させていただきたいと思います。皆さんぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。それでは始めていきましょう。今夜も一緒にラララな時間を過ごしましょうね。改めまして、相田理香子です。それでは皆さんから届いたメールをご紹介しましょう。ラジオネーム仙台のたかしさんからです。ありがとうございます。相田さんこんばんは。初メールです。胡蝶の夢ご出演お疲れ様でした。僕も現地にて感激いたしました。物語の内容は最初から最後まで引き込まれるものでした。また役者陣のお芝居も素晴らしく、物語の世界観に浸ることができました。今回相田さんは大倉千歳をはじめ様々な役を演じられましたね。特に印象に残っているのは今達郎くんの母親役です。40代女性の役を見事に演じていました。相田さんが今回の朗読劇に参加してみての感想や、自分より年上の役を演じる上で大切にしていることを教えていただけたら嬉しいです、とのことです。ありがとうございます。そうですね、朗読劇は毎回こう一人何役か金役があるんですけど、今回は、まあ、主人公の千歳ちゃん17歳と、そう40代の母親と、あと主人公の奥さん25歳ぐらいの役と、あと3歳の子供、まあ金役のは喋るのはもちろん少ないんですけど、そうですね、まあその体格だったりとか気にするかな。40歳だと、まあ人によると思うんですけど、まあちょっとなんか私は個人的に恰幅のいいお母さん、ちょっと優しい感じのこう懐の大きそうな40代のお母さん想像しながらやったり、でまあ25歳の奥さんは、まあ、もうちょっとキュッとした感じかなみたいな。そうですね、まあでももちろん翻訳は千歳ちゃんなので、そこに集中しつつも、まあ、皆さんに今何の役がやってるのか伝わればいいなっていうのをベースにやってますね。あのね、今回朗読劇やっていてそう感じたんだけど、まあ、自分の喋ってない時、まあ、チラッとこう客席を見たりするんです。
で、そしたらまあもちろん私のグッズをね結構身につけている方もたくさんいらっしゃって、で、あのブルーアワーのジャケットの T シャツのグッズをあの着てきてる方が結構多かったんです。だからなんかもしかして朗読劇だからあんまり派手なグッズを身につけないようにってなんか気にしてるのかなと思って、全然ね全然いいんですけど、私は何着てきてくれてても嬉しいんですけど、なんかちょっとおしゃれ風なあんまりリカコ間とかなんか書いてない、そう、もう間違っても生涯間リカコをシティはいなかった、全然いいんだよ、私は全然いいんだけど、そういなかったですね、それは一人もいなかったですね。全然リコちゃん T シャツとかでも全然嬉しい、見つけやすいしね。そうだから、なんかもしかしたらみんな気を使って、みんななりに気を使った結果なのかなみたいな、全然その気持ちもね嬉しいんですけど、全然何を着てきてでも大丈夫です。さすがにでもあの最近出たあのアスのグッズのデカタオル、私の顔面のデカタオル持ってたらちょっとそれはびっくり、それはちょっと、そうね、ライブとかだったらいいけど、それはね迷惑にもなりかねないからね、他のキャストさん びっくりしちゃうからね。はい、楽しんでいただけたようで嬉しいです、ありがとうございます。では続いてラジオネームY さんからです、ありがとうございます。相田さんこんばんは、初めてメールを送らせていただきます。10月のアクト2のツアー大阪公演に参加が決まりました。相田さんのソロのライブは初めてなのですごく楽しみです。ところで今関西ではちいかわ熱が熱く、現在阪急電車とコラボしています。ちいかわと阪急電車のコラボグッズやグルメはもちろんながら、ちいかわのラッピング電車が京都、神戸、宝塚線に一本ずつ毎日走っています。ラッピングだけではなく、各電車の乗務員室にちいかわやハチワレ、ウサギが制服を着て運転席と反対側に座っています。来年の3月28日まで運転されているので、ツアーで大阪に来られた際に乗ってみてはいかがでしょうか。うわぁ、ほんとだ、すごい、かわいい、こんな感じ。へぇ、あの知ってます、グッズも東京では売ってて、原宿のキディランドで売ってるのは見ました。今関西ではちいかわ熱が熱くって言ってるけど、今どこでも熱いですからちいかわ熱はもう全国で熱いから、マジで初めてメール送ってくれたのに申し訳ないけど、そうちいかわねすごいんだよ今。いやでもこの電車のコラボはいいね、これはちょっと乗りたくなっちゃう。確かにね、これだけのために大阪行くのはちょっと大変だから、ツアーの時とか乗れたらいいな。はい、ありがとうございます。ちょっと乗りにね行けたら行きたいなと思います。ラジオネームゴルニーさんからです、ありがとうございます。リカちゃんこんばんは、最近インスタでしばしばウォーキングをしてるストーリーをよく見ます。最近始めたのですか、気になりましたので、きっかけとか何か目的目標がありましたら教えてください。また僕もジョギングが好きですが、夏は暑いのでもっぱら早朝か夜間にしてます。リカちゃんは日中にやってるのかなと思います。日差しや暑さ汗対策はどうしてますか、参考に教えてくださいとのことです。いやいやいや、日中にはやってない、無理無理、死ぬ死ぬ暑い、あの夕方とか日が落ちてからで、毎日はしてない、仕事と仕事の間がちょっと 1,2 時間空いたなって思ったら歩いてるかな。さすがになんか家から現場は無理です、なかなか距離的にも歩けないので、仕事と仕事でこうスタジオ感が割と歩けるなって思った時、あとはなんか最近 YouTube でこう都市伝説 YouTuber さんのチャンネルをずっと見てるんですよ。ミルクティー飲みたいさんっていう方がいて、その方の動画をもうもっぱら見てるんですよ、時間があれば。でその方の動画内でこうなんだろう、土地についての都市伝説みたいなのが結構語られていて、あのその土地
ってやっぱりその地名は過去には違う名前だったり、なんでその名前になったのか、過去にここに何があったとか、江戸時代にはとか、でそういう動画を見ていたらすごく気になっちゃって、歩きながらこうマップを見て、あここにはこれがあるんだ、ここは前何があったんだろうとか結構調べながら、そういうのが楽しくて歩いてたりっていうのもありますね。まあ、健康のためダイエットのためとかでもあるんだけど、まあでも汗はすごくかきますよ。スタジオ入ってなんか汗だくで、あのスタッフさんもね、なんでどっから来たんですかみたいな多分言えないだろうから、なんでこんな汗かいてんだろうみたいな、めっちゃ汗かきじゃんって多分思われてると思うけど、そうですね、飽きるまでウォーキングはやりたいと思います。はい、ということで皆さんたくさんのメールありがとうございました。これからもお待ちしております。それではここで一曲お聴きいただきましょう。ここで初解禁となります、9月13日水曜日発売のミニアルバムアクト2に収録されております大塚愛さんに楽曲を提供していただいたこの曲です。アイダリカコでプリズム。お聴きいただいたのはアイダリカコでプリズムでした。うわー嬉しい、本当にララジオでも昔から音楽企画でね、毎回大塚愛さんの楽曲をね流させていただいてたので、なんかこうして大塚愛さんが作った楽曲を私が歌わせていただいて、こうして皆さんにお届けできるっていうのが本当に不思議で、今みんな初めて聞いたと思うんで、なんかやっとここでみんなに届いて、まだワンコーラスだけどちょっと実感がねふつふつと湧いてきたかなって思います。多分ねもうすぐフルでも聞いていただけると思うのでお楽しみに。ということで改めてミニアルバムアクト2は9月13日水曜日に発売です。よろしくお願いします。このラララジオ、ここからはこのコーナーをお届けします。ララ ラ, ラ大喜利。番組からお題を出し、そのお題に対して皆さんから回答を送ってもらい紹介していくコーナーです。今回募集したお題はこちら、こんな誕生日は嫌だ。どんな誕生日？はい、今月は私の誕生月なのでこちらのテーマでお送りしたいと思います。ラジオネームゆうきさんからいただきました。こんな誕生日は嫌だ。どんな誕生日？誕生日ケーキについているネームプレートの名前が一文字違う。うん、あのねこれに近いことはあったんですよ一回。あの私の誕生日じゃなくて、あの小林愛香ちゃん、愛キャンの誕生日を昔アクアが結成した当時にどっかのお店でお祝いしてて、でサプライズで登場したケーキの名前が全く違う人の名前のが席に届いて、いやあのこれちょっと違うかもですってなってまたそれがね愛キャンの誕生日だったっていうのがちょっとね面白いんですけど、一文字どころじゃなくてもフルで違った、なんかリエさんとかも全く違う方の、懐かしいな、ちょっと思い出しちゃったよ。はい、続いてラジオネーム中二中年さんからいただきました。こんな誕生日は嫌だ。どんな誕生日？ケーキがすべて顔面用。ああ、嫌かな、どうだろう。でも私顔面パイやられてみたいっていうのあって、あ、やばいやばいやばい、スタッフさんがガタってなったやばい。そう、前々からあのちょっと興味はあって、でも結構そんななんか許容範囲割と私広いから、いやでもどうなんだろう、確かに告知なしでやられたらね。来年、そうですね、来年の誕生日はもう多分私こんなこと言ったって忘れてると思うんで、普通に切れる可能性もありますね。は？何やってんの？マジで？みたいな。あれ？みたいな。うん。あ、でも、やりたい欲はあるみたいなことは前なんか自分のソロのバースでの打ち合わせとかで言った記憶はある。はい。
全然全然楽しそう、愛されてるなって感じしますよね。じゃあ次、ラジオネームさとぴさんからいただきました。こんな誕生日は嫌だ。どんな誕生日？クラスの人気者と誕生日かぶり。確かにちょっと切ないかも。自分の学生時代を思い返して、その人気者っていうタイプでは一切なかったから、確かにね、ちょっとスクールカーストの上の方の子とかと一緒だと嫌かもね。まあ、そもそも私は誕生日夏休みだったんで祝われることはもうなかったんですけど、そもそもね。はい、じゃあ続いて、ラジオネーム前髪にグミついてましたさんからいただきました。こんな誕生日は嫌だ。どんな誕生日？デスゲームに参加してる真っ最中に迎える誕生日。なんでさ、誕生日にデスゲームに参加してるの、誕生日前後にいや、もうその日でも人生最後の誕生日になるかもしれない。やだ、悲しい。じゃあ続いて、ラジオネーム俺んちでゲームしない？さんからいただきました。こんな誕生日は嫌だ。どんな誕生日？毎年この日だけ大谷選手が全打席ノーヒット。まあ、ちょっと待ってくださいね。私そもそも野球の、あれが分かんないんですけど、毎日野球ってやってるんですか、皆さん。あの、シーズン中とか。ああ、なるほど、なるほど。でも、ね、まあ、大谷選手がもうとても素晴らしいっていうのはもちろんそんなことぐらいも知ってるんですけど、逆にレアですよね。逆に、そんなすごい方が自分の誕生日だけちょっと、あの、こうね、調子悪いっていうのは、逆にレアかもしれない。はい。じゃあ次、ラジオネームなおさんからいただきました。こんな誕生日は嫌だ。どんな誕生日？お誕生日おめでとうと言われるたびにケツバット。ケツバットか。いやー、やだな。いや、でも実際そんなに祝われる LINE とかね、おめでとうラインとかそんなに来ないから、あ、まあ2発ぐらいで終わるんじゃないかって終わったんだけど、まあ、ありがたいことにね、最近は現場とかでもお祝いしていただくこと結構多いから、ちょっと嫌かもですね。はい。では続いて、ラジオネーム軍曹さんからいただきました。こんな誕生日は嫌だ。どんな誕生日？誕生日を迎える24時までのカウントダウンの間に赤と青どちらかのコードを切断しないとダイナマイトが爆発する。こっちでもデスゲームやってる。やだよ、やだ。もう誕生日とか関係なく、もういつでも嫌です。私はその赤と青どちらか1/2、だいたいダメな方引くんです。私は本当にそういう引きがめちゃくちゃ強いの。こうやって言ってるからね、もう言霊的にそうなってんのかもしれないけど、昔からそうでした。そう、あ、当てられたくない、絶対当てられたくないって言ってると名前呼ばれるタイプでした。いや、嫌です。次、ラジオネームうらたんさんからいただきました。こんな誕生日は嫌だ。どんな誕生日？間違って仕掛け人側の台本を渡される。なるほどね。仕掛け人？ドッキリ？ああ、誕生日ドッキリのってことですか。なるほどね。確かに。いや、もう見なかったふりして、それはちゃんとサプライズ受けますよ。もう大人なんでね。じゃあ次、ラジオネーム、AJ パンクさんからいただきました。こんな誕生日は嫌だ。どんな誕生日？誕生日ケーキのスポンジ部分が本物のスポンジ。これがドッキリだよね。これドッキリだよね。でも、その、さっきのパイじゃないけど、私、ドッキリかかってみたいっていうね、欲があるから、なんか、たらいとか、シュークリームにからしが入ってる、ロシアンルーレットとか、なんかね、そういうのね、やってみたい欲があるから、ケーキもらって本物のスポンジだと多分めちゃくちゃ
喜ぶと思います。じゃあ次、ラジオネームとんちゃんさんからいただきました。こんな誕生日は嫌だ。どんな誕生日？もらったプレゼントが全部中古品。これは嫌だ。これは嫌だ。いや、みんなそうだと思うけど、私結構中古品シビアかもしれない。ものによるけど。ものによるけど。そうだな。手作りとかだったらね、逆にいいけど、またちょっと違うかな。はい。続いて、ラジオネーム山門さんからいただきました。こんな誕生日は嫌だ。どんな誕生日？バイト先の友達に、この日空いてる？と誕生日の予定を聞かれ、てっきり祝ってくれるものだと思って、空いてると答えたところ、じゃあシフト変わって、この日予定が入っちゃってと言われた。実体験っぽいですよね、確かにこれ。悲しい。普通に断るよ。だったら無理ですっていう。普通に嫌だよ、こんなん。イラッとするよね。はい、ということで、今回は以上になります。いやー、この中で、特に刺さったのは、今回、私に一番刺さったのは、とんちゃんさんからいただきました。もらったプレゼントが全部中古品。リアルに嫌だった。リアルに嫌だなぁ、これは。ちょっと、もうそもそも、そうね。みんな嫌だと思うけどね。はい、ということで、皆さん今回もたくさんの投稿ありがとうございました。それでは、次回のお題を発表します。こちらです。アクト2キャッチコピーコンテストです。来月9月はですね、いよいよミニアルバムアクト2が発売しますので、それにちなんでこちらのね、お題でお届けしたいと思います。じゃあスタッフさんからの回答例をご紹介しましょう。ラララジオで見る相田さんからは想像できない美しさ、アクト2。はい、これは、はい、その通りでございます。グーの音も、あ、その通りとか言っちゃったっていうとまたちょっと語弊が、はい、真面目モードです。いやいや、ラジオも真面目だけど、ダメだ、もう喋んない方がいいな。次、サウナで聞くと熱くなれる、アクト2。ほう、なんかちょっと大黒摩季さんのなんか曲のキャッチコピーっぽいっすね。次、難しいなこれ。 A アメイジング、ワオ。 C コズミック、おお。 T トリニティ、イエア。2個分。ちょっと待って、謎い、謎すぎる。2個分。なるほど、まあ、こんな感じで、まあ基本ふざけたやつですけど、ふざけたやつでもいいですし、自分ならアクト2こういう風に宣伝するよ、こういうキャッチコピーつけるよでも OK ですし、皆さんたくさんの投稿をお待ちしております。以上、ラララ大喜利でした。相田理香子のララララジオ。ララジオエンディングの時間です。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。宛先はりかこアットマーク joqr.net、 rikako@joqr.net です。番組の感想や各コーナーへの投稿をお待ちしております。そして番組公式 X も稼働中です。ぜひフォローしてください。また推奨ハッシュタグはカタカナでラララジオです。ぜひつけてポストしてください。そしてここで私からのお知らせです。9月13日水曜日にミニアルバムアクト2を発売いたします。リリースイベントや
特典の詳細は公式ホームページをご覧ください。それに伴いましてリカコアイダライブツアー2023アクト2の開催が決定しております。愛知公演10月13日金曜日名古屋ボトムラインにて、大阪公演10月15日日曜日松下 IMP ホールにて、東京公演10月22日日曜日豊洲ピットにて開催されます。現在チケットの方も販売中ですのでぜひチェックしてください。続いて番組からのお知らせです。コミックマーケット102で販売した新グッズラララロッカーキーホールダー、そしてラララサコッシュですが、 A&G ショップにて通販の方が決定いたしました。この番組終了後22時30分から販売を開始いたします。詳しくは番組公式 SX を確認してください。こちらですね、改めましてまだゲットできてないよって方がいらっしゃったらこちらの方でお手に取ってください。それではこの時間のお相手は相田理香子でした。この後のコーナーもぜひ聞いてください。それでは皆さん、ララバーイ。日曜日反省会。このコーナーでは放送での反省を私なりにしていきます。そうですね、個人的な反省でもあり、スタッフさんからもちょっとどうなのそれって言われたのが、さっきあのちいかわのね、あの阪急で今コラボしてますよ、大阪では今ちいかわ熱いですよっていうお便りに対して、いやちいかわ熱いの大阪だけじゃないから、全国で熱いからちょっとみたいな感じで、ちょっと大人げなくないですか相田さんって言われたんですけど、ちいかわのことになるとどうしてもね、いや事実なんだけどね、ちいかわは本当に今もうどこだって暑いから、暑くないところないから、また言っちゃったよ、また言っちゃった、ダメなのちいかわのことになると。そうなんです、覚えといてください、ちいかわは今全国で暑いんで、はい